シンガポールで日本語全然役に立たないな言語からこそその日本語のクラスをやめた。大学卒業すると、じゃあ今は日本語をもう一回勉強しよう。多分山さんに入る前にはまあもちろん今より下手じゃなかった。去年の12月、一応去年の12月の N にはもう合格したんだよね。多分点数は多分150点取った、うん、まあ、そんなに、まあ、まあもちろんもっと流暢になった、まあ、実は山さんは家族に勧められます。岡崎はほとんど、まあ、暮らしやすい場所、そうそう、東京と比べると本当に暮らしやすい、ね、うん、場所だよね。すごく重要な点としては山沢寮がある。他の言語が大体言語学校というと寮がない、自分でアパートとかマンションを探して自分で、うん、そのかアパートを借りることは、まあ、多分初めてのはすごい難しいと聞いた。そうだから山沢寮があるからその悩みもない、うん、今そのクラスのペースとかの難しさとかも多分、うん、ちょうどいい。いろいろなディスカッションとか会話機会もあるから、その気にいることにいる、あ、外国人について勉強した、日本人の健康についての考え方とか、あ、日本人の文化、日本今やっているの HSP にやっているのは、あ、日本の教育制度について勉強している、うん、からこそ、まあ、多分その役、その